おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月21日、時間にして朝4時34分なんですけども、いやこのね12時間っていうのはかなりね面白いねドル円のチャートの動きをしました。非常に学びのあるところと、私はロスカットは食らったんですけども、あでもねやっぱりね負けたからこそ学ぶものっていうのがあって、この敗北をですね次に生かさなくてはいけないかなと思います。同時にロスカットラインを引いてますので、やっぱりね損失は最小限に抑えられているわけですよ。と同時に大きな反省材料を得ましたので、その辺について時系列で追ってお話していきたいと思います。ではこちらの1時間軸をどうぞ。はい、1時間軸になりますけども、これ4月20日の9時30分の分析です。上昇トレンド中の陰線下髭解説と書いてますよね。ここを指していただきます。全体的にはこの1時間軸上昇トレンドであることはもう以前からお話している通り間違いありません。でもその上昇トレンドの最中に陰線が出て、しかも下髭を出すのはどういうことかっていうのを今回はお伝えしていこうかと思います。それはですね、上昇トレンド中の下降では大きな利確が起きてるんですよ。利確がね、じゃあどこで利確したかっていうと、おそらくこのブレイクアウトで利確した方が多かったんじゃないかなと思いますね。129円ないし130円の直前で利確して、まずは自分の半値決済なり前値決済をして、また新たなポジションをここで立てようと思った方が多かったんじゃないかなのかと思うんですよね。まあ正確に言うとそういう人が多かったというよりも、少数の方が多額のロットをここで一部決済したんではなくかって見るのが、まあいつものパターンですよね。まあですんで大きく下に行ったんですけども、じゃあ下がったのをいいことにね、おしめだと思って新規の買い注文が入ったところでヒゲが出ているってことなんですよ。まとめればですね、上昇トレンド中に陰線で下ヒゲが出たらエントリーしろっていうサインです。よろしいですかね。で結果そっからここまで伸びてるわけなんですよね。129円の224です。下ヒゲが出たところをゾーンで示すとちょっと分かりにくくなりましたけども、ここですよ。一番そこで入れた人は127円の805ね。一番ヒゲの伸びきったところ、実態で入れたにしても128円の030で入れましたんで、1円以上の利益が軒並み取れているってことなんですよね。上昇トレンド中の陰線下ヒゲで入れた方は、このゾーンの中で入れた方は1円以上の利益、このゾーンを抜けた後に入った方でも1円前後の利益が取れているってのがこの間で起きていることです。よろしいですか。次の時間軸進みますよ。はい、じゃあ9時30分から時間を経ること、午後になりました。午後の2時です。そうなるとね、ここでもう一発上に上がりそうなサインが出ているんですが、でも残念ながら下落してるんですよね。これもだから上昇トレンド中の下髭なのかなと、さっきと同じ理屈で買いを入れるととんでもない目に遭うってことなんですよ。で私はとんでもない目に遭いました。ここでね、ロスカットラインを大胆にもね、この下髭のだいぶ下127円の805の切り板に設けて買いでエントリーしたところ、一瞬は上がったんですけどもね、私はここを突き抜けると思っていた。少なくともここに行くまでに決済しようと思ったんですけども、そんなことはない、ガクンと落ちてしまったんですよね。それが次の図です。現在4時の図なんですけども、こうなっちゃいましたね。ここにロスカットラインを入れて、ここら辺にテイクプロフィットを設定してエントリーしたわけなんですけども、ここまでは良かったんですが、そのまま放置して出かけた時、帰ってきてみるとロスカットを食らって、しかも今値動きっていうのはこの辺りにいるわけですよ。さあこれが私の結果です。朝4時ロスカットでバイがストップ。どういうことかっていうと、一方的なバイはここで考え直さなくてはいけないなと、はい、新展開が来たんではないかなというふうに私考えてます、ね。ただ新展開って言ってもね、通常これだけの高値圏を目指した行き切ったバイの流れっていうのは、上昇トレンドっていうのは通常ダブルトップなりトリプルトップ、ヘッド&ショルダーによって切り替わるはずなんですよ。テクニカルで私やってますからね。でも今回はそのどれもに当たってないんですよ。ヘッド&ショルダーも見えないし、ダブルトップにもなってないし、ただ頂点 V の字を逆さにしたような形で、 V の字をね逆さにしたような形でこういう風になっちゃったんですよ。通常はダブルトップを描くんですけどもね、
だからここから考えられるのは、ここから上昇したにしてもダブルトップの可能性があるよと、大きく下に下がる可能性があるよ、高値圏のダブルトップですからね、テクニカルですよ。だからちょっとね、ここでねロスカットも食らったことですし、様子を見ていこうかなと思います。場合によってはもう今週取引しませんね、もう木曜でしょ、木金しかないわけですよ。で今週も十分勝ちました。ですんでここでエントリーして負ける可能性があるね勝負をするよりも、冷静に見て来週の戦略をじっくり練った方がいいなと思ってます。これがどういうことかというと、週あたりで勝ち越しは最低限私は守りたいわけですよ。で週の前半では一方的な右肩上がりだったんで勝ちまくれたわけですよ、ね、この水曜日のエントリーに関しては勝てなかったんで、今日木曜日を迎えるに至って今までの勝ち金の一部を損失しただけなんですよね。だからこのまま勝ち残ることは十分できるわけですよ。でもここでこういうふうにね、これからまあ右肩下がりになっていくかもしれない、上がるにしてもダブルトップを描いて下に行くかもしれないっていうことが分かっているときに、テクニカル的に予見できているときに、今の時点で新しいポジションを立てるメリットはほとんどないというふうに考えます。当然セルにポジションを取るなんてことも考えられませんよ、はい、これがですね、これがテクニカルのいいところなんですよ。テクニカル理論にはまってないからポジションを持たない、簡単でしょ今まではテクニカルのまんま右肩上がりのトレンドだったんで全然これ倍に入れたわけですよ。でもロスカットを食らってダブルトップにも見えない、ヘッド&ショルダーにも見えない、でも高値圏で確実に倍一辺倒の動きは止まってしまった、ね、130円まで行くと思ったけども130円まで行かなかったんですよ。ここに来て小刻みに利確しましょうっていう例の言葉が思い出されるわけですよね。小刻みに利確しましょうって言ったあの勘は正しかったわけなんですよ。勘っていうのは山勘じゃないんですよ。今までの様々な経験とチャート図、テクニカル分析を用いたのが一瞬して湧き上がってきて、慎重になれよというサインを私に送ってくれたんですよね。それがちょっとずれましたけども、あ、やっぱりそうだったんだなと思いました。ですんで、小刻みに利確された方、ね、火曜日に小刻みに利確だよって私が放送して、水曜日に小刻みに利確した方は、私以上にロスカットの幅は少なかったはずなんですよ。だから損失を防げたはずなんですよね。私の場合はあれ小刻みに利確ってたけど大丈夫じゃねえのみたいな感じでね、130円までを見てしまったかなというところでございます。しかも下ヒゲでもう一回エントリーアクセル吹かしたらその通り伸びていったんでね、青いあの下ヒゲで、でもう一発この下ヒゲでいけるだろうと踏んだのが運の尽きだったですよね。 N を描くんじゃなくてそのまま下ヒゲをこうカットしてですね、下の方にさらに進んでいってしまった。直前で下ヒゲの上昇中の陰線に、自信を持った挙句、もう一回やってみたら今度はうまくいかなかったってことですよね、はい、今回の動画いかがだったでしょうか。かなり重要なことを話しましたからね。上昇中の陰線の下ヒゲ、これをテーマにお話ししました。成功例と失敗例、成功した時はまだ上昇トレンドが継続するのかなと思っていたんですけども、もう一回やってみたらそうではなかった、ここをどう捉えるかなんですよ。私はこれからダブルトップがあり得るんじゃないかなと思いまして、ちょっと様子を見ようかと思います。あとはまたテクニカルのチャート図が完成するまではまあ見ていこうかなと思います。そのための木曜日金曜日でございます。以上です。ありがとうございました。